へえ。こう追ってきてカツカツカツって当たる感じですか？ね、はい。飛びつくんですね。はあはあはあ。合わせるの減ってくるんですよ。あ、向こう合わせで。うん。ああ、一旦ボトムは取ってるの。下にはもうからね。この辺で水深どれくらいあるんですかね、ここね。あ、そうなんですか。どうもありがとうございます。ちょっと名人の技でちょっと真似してみるか。どうもお疲れ様です。あ、いいですいいです大丈夫です。これでやってみます。よし、釣れた。やりました。釣れた、メバル。メバルはカツって当たりが楽しいですね。はい、ちっちゃいメバルがだいたい10センチぐらいかな。はい、ちっちゃいんでリリースですね。とりあえずリリースです。今日はキャッチ&リリースのメバル釣りです。はい、ありがとう。あ、持ってきた。よし、おーおー、釣れた。結構釣れますね。メバルはね、グンっていう当たりが楽しいですね。これね、こんなちっちゃいんだけど、もうこのフライロッドをね、グンってね、手元まで来るあたりが楽しめるというね、ありがとう、ちっちゃいメバルくん。ちっちゃいけれど、あたりが大きい、楽しいですね。ありがとう。この調子でやっていきます。結構釣れますね。キャストして、リトリーブして、おーおー、なんかよく釣れんな。よく釣れるな。はい。あ、サイズアップした？はい。よく釣れますね。楽しい。リトリーブしてガーンって持ってくというね。楽しいですね。はい。メバルくんのフライフィッシング面白い。ありがとう。はい。釣れてます。連発するかな？はい、連発しますかね。ちょい投げして、もう10メーターちょっとですね。で、リトリーブ。おお連発する。おおおお、あ、サイズアップしてるじゃないですか。連発しますよ。楽しいですね。連発。あれ、はい。あ、サイズアップしたよ。あ、結構いいサイズじゃないですか。すごい。連発しております。はい。景気いいですね、メバルくん。これお腹でっぷりしてるね。ありがとう。はい。これで連発してますね。キャストして、で、リトリーブ。そうそう連発はしないか。ああ、そうそう連発はしないですね。お、釣れた。アジだ。アジが釣れました。アジです。アジが釣れました。アジも釣れております。順調に釣れて、あれ？アジだよね。サッパじゃないよね。アジだよな。はい。はい。アジも釣れると。はい、ありがとう。美味しそうだけどリリースです。唐揚げで食べ出すようなサイズですけど、リリース。アジも釣れると。ちょっと風でキャストの楽しみがないですね。えい。かんな。あ。おおお。はい、今日釣れてる中じゃまあまあ大きい方ですね。まあ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 大きい方です。目がでかいよね。はい。メバルくんです。はい、ああ、ちゃ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 。はい、今のサイトフィッシング。なんとなく黒い貝が見えたんで、狙ったらメバルくんでした。痩せてんのかな、こいつはね。はい、目が可愛いメバルくんです。はい、ありがとう。でもさ、うん、追っかけたってなんだ。あ、一応追っかけてきてるちっちゃいのが。なんだろう、あれ、メバルじゃないのかな、フグかな。なんかいるよね。やっぱ落ちた瞬間来るね。なんか来るよね。フグかな。あ、そう。じゃフグかなやっぱりね。フライでかくしちゃったんですよ。ちっちゃくしなきゃダメかな。ああ、あれはちっちゃい。何なんだろう。バカにされてる。面白いけどねこれね。メバルだとしても吹き虫ないんじゃないの、あのちっちゃいのは。ああ、ちょっとフライを変えた方がいいかも。がフライボックスを落とした。どこでなくしたのかがわからないんですよ。困ったな。これはちょっと損害がでかいな。これはまずい。どこに置いてきちゃったのかな。発泡スチロール製の軽いやつなんですよ。何色なんですか？黄土色。アンプ化のやつ。あ、こっちは、うん、あそこまで行ったけどここまでしか行ってないから。あったあった、やったよかったよかった、確かによかった、ありがとうございます、助言が助かりました。何を置いたのかなあそこに。いやー、お騒がせしました。ちょっと見て、ああ戻りますか、ね、ああよかった、フライボックスも見つかったことだし。